あのさ、まあ、あの気遣いできる男がモテる、そういう時代ですけども、まあ僕はできる、モテる、すごいよね。あんま自分で言わん方がいいけどな、絶対に。お願いします。ね、最近悩みがありまして。あ、悩み、どうしたの？バイト何やってもクビになるんですよ。そんなことある？いや、遅刻もしてないし、休んでないし、一生懸命働いてんねんけどな。なんでやろな。ちょっと分からんねんな。じゃあ一回さ、そのいつものバイトの感じ、今ここでやってみてよ。ここの仕事されて長いんですか？あ、私に聞いてんの？すいません。あ、長いですよ。ちょっと誰かと喋っときたい気分で。あ、そうですか。すいません。真面目にやる、真面目にやれ。世にも奇妙なフライドチキン、封印されたハッシュドポテト、よいしょ。話聞いてもらえてないんですよ、私。ちょっと申し訳ないですけど、帰ってもらうことできないですかね？時折とリピートで、時折リピートです。行こうか。お願いします。ありがとうございます。たくさん入っていただいてありがとうございます。突然なんですけど、はい、僕結構ね、女友達が多くて、恋愛相談をされることが多いんですよ。あ、そうなの？そうそう、だから友達会話で結構恋愛マスターとかで呼ばれたりぐらい。人は人、自分は自分っていうことを自分で言わはるやん。人は人、自分は自分、そらそうやんな。カチマチです。お願いします。ありがとうございます。今日はね、ちょっと相談あんねんけど。相談いいかな？まあ俺結構相談されるし、もう何でも答えたるよ。あ、ほんま？うん。これ俺の悪いところやねんけど。悪いところ？完全に聞こえてるのに、えって聞き返してまうことめっちゃ多くて。すいません。あのね、まだまあ時間ありますんで。はいはい。すいません。はいね、まあ始めていきたいと思います。はいね、はい、いきます。第3回ね、これ標識いきたいと思うんですけどね、これ標識いっぱいあります。どうも、金目鯛です。お願いします。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。なんどうしました？指の名前でさ、なんかお母さん指とかお兄ちゃん指みたいなやつあるやん。家族で覚えるやつや。あ、家族のやつ。ちっちゃい時は親指、人差し指じゃなくてそっちで覚えたりしましたよね。あれがさ、そう、どれがなんて名前の指かみたいなのが全然分かれへん。いい。そやねん。ファンファーレと熱狂です。お願いします。どうしたっけ？おいっ子が、おいっ子5歳やねんけど、ちょっと可愛いのに、俺が、マージャンで初やと思ったら中やった時の話一個も受けへんねん。そりゃそうやな。どうしたどうした、たかしくん。中に入れへんよ。あ、輪の中に入られへんのか。ほんなら先生がね、一緒に行ってあげよう。いやその、いや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 、キーやんそれ。いきなりなんですけどね、僕たちもいい年なんで、学生時代懐かしいなって。確かにな。なんかいろんなやつおったやん。いろんなやつおったな。覚えてる？寝てて急にビグッてする。おった。何こいつ。そう、周りの、それのせいで周りのやつもビグッてなんだよ。おったよ な。このダイエットがてらちょっとスポーツでもしたいなと思って。あ、いいやんか。でもこのなんていうの、こう部活ほどこうめちゃくちゃ厳しいのもちょっと嫌やねんな。なるほどな。でなんかサークルみたいにむちゃくちゃ緩いのもちょっと嫌やねん。なるほどな。こうちょうど間のこうなんかいい。ある。ある。鎌田と宗安でチェリー大作戦と言います。よろしくお願いします。ありがとうございます。僕ね、この人生でなかなかこんなことないと思うんですけど、一回はね、ドアをバーンって開けて、この結婚ちょっと待った、あれをやりたいんですよ。やりたいなんやろ。いや、普通に付き合って結婚した方がいいやん。変化球なしで。変化球なしの直球で勝負するタイプのピッチャー。直球タイプのピッチャー、あれがかっこいい。だから僕かっこいいやったことないですけど、その見ててめちゃくちゃ憧れやって。なんややってみたい仕事がありまして。あ、やってみたい仕事なんですか？将来やっぱちょっと演技の仕事がしたくて、どうせやったらちょっと映画でなんか少女漫画の主人公みたいな、実写版の。あ、実写版の主人公。そうあれをどうしてもやりたいのよ。なるほどね。でもやっぱそういうの芸人でもやってる人おるけどさ、やっぱね、演技力が大事だからね、そういうのは。あ、できるの？そう。はいはい、こんにちは。なんなんです。よろしくどうぞ。
息子が欲しい。息子が欲しい、ももちゃん。まあ、ええやんか。ほんまやな。ええでしょ。うん。お客さん、こいつがミスしたんですよね。え、こいつがミスしたんですよね。ああ、迷惑かけた。バッチャー、ちょっと待って。どうも、ドーナツピーナツです。お願いします。お願いします。僕もね、ちょっといい大人になってきたんでね、うん、こう一人でさ、こう渋い大将がやっとるようなこう居酒屋でしっぽり飲みたいなと思ってね。あ、いいね。そう、そういうの行きつけにしていきたいと思ってさ。俺、行っとるよ。いや、ちょっとね、うん、誰もが間違えるであろうクイズを思いついてんけど、うん、ちょっと出し。いいよ。今年の節分、うん、恵方巻きはどの方角向いて食べましたか？なるほどね。小さい段差につまずくことってあるよな。なんなんいきなり小さい段差に。よそ見とかしてるからじゃないですか、それは。いや、そうじゃなくて、まあ、俺もな、今年で27やから、もうおっさんになってきてんねん、うん、いや、まだ早いで、それ。どうも、一億です。お願いします。お願いします。一億と申しまして、タキヤとケンシロウで一億と申します。よろしくお願いします。お願いします。昨日小説を考えました。小説？ええ。いや、お前見たらアホやねんか、小説書かれへんやろ。どうも、タクロです。お願いします。いきなりやけどね。ね、うん、俺昔からの不良漫画がすごい好きです。いや、不良漫画。うん、俺も好きよ、それは。どうも、変態です。お願いします。あ、さっき袖でさ、うん、刑事物の推理ドラマ見ててんけど、うん、おもろそうやから今ここでやろうか、ね、思いついてから行動移すの早。どうも、プードルです。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。やっていきましょうね、うん、ちょっといきなりなんですけどね、僕はスポーツの名場面集とか見るのすごい好きでね。どうも、ダブル東です。お願いします。東と大東です。おはようさん。おはようございます。ちょっと思うんですけど、はいはいはい、どんな男性が一番こうモテるのかなって考えた時に、はいはい、やっぱサプライズのできる男性。あ、確かにそれやな。これやね。わかるわ。京都のタム会、愛知の現世、沖縄のメッカル、3人揃って静止。お願いします。ありがとうございます。僕たちの派閥に分かれていただきました。ありがとうございます、ね、すごい今日は我々ファンが多いです。我々ファンが多いらしいんでね。そんなわけあるか。奥藤光三で職人と申します。よろしくお願いします。ありがとうございます。お願いします。どうですか、最近光三君、調子の方は。最近調子楽しいですね。ふわふわしてるね。日々楽しい。日々楽しいですか。楽しいです。あ、それ頑張ってくださいね。はい、頑張ります。まあ、言うてやってますけど、よろしくお願いします。お願いします。どうでもよくない。どうでもよくないじゃないやん。だって何もやってない。暇なんやったら帰ったらいいやんか。もういやいや、言わんとっても。じゃあもういくらさ、幼稚園からの幼馴染やからってベランダから勝手に入ってこんといてって言ってるやんか。どうも、丸亀ジャンゴです。お願いします。あ、ありがとうございます。刑事ドラマかっこいいなって思うんですよね。なんか事件現場に遅れてやってきてね、うん、的確な指示を出す刑事みたいな言うじゃないですか。ベテランのね。そうそう、ちょっとタバコとか吸う感じの渋い感じ。あれやりたいなと思うんですよ。あ、やるんですか。新米の刑事やってもらって。僕新米。北村君は先にもう現場についていろいろ調べてるってこと。わかりました。僕遅れていきますので、はい、お願いします。コロナ収まったら、うん、これ何したい。あ、したいことね。うん、あ、それはいっぱいあるよ、それは。何？とりあえず居酒屋とか行きたいね。うわー、いいね。みんなでね、居酒屋行きたいやん。おーおーおー、ね、そんなんしたいよ、俺は。めっちゃ居酒屋行きたいわ。お前も行きたい？今はさ、こうやっぱサラダがシェアできんやん。ハッピーネース！ギャルしか勝たん！ハッシュタグ！あげー！まだ増えるか。ドットマのギャグ連発いらんから、別に。席倒してもいいですか？あ、全然大丈夫です。あ、はい、すいません。あ、いえ、ごめんなさい。あ、いえ、大丈夫です。どうも、壁ポスターです。よろしくお願いします。確かにお前の言う通り、糸電話って数分後にはめっちゃゴミだね。言ってないわ。あ、いつらの間違い。言うなよ、子供とか遊ぶのに。